立八幡所。今日はですね、茨城県は、小貝川の福岡関に来ております。まあ、見た感じのとてもいいロケーションのところなんですけども、まあ、ここでちょいちょいやってみたいと思います。竿なんですけどね、今日僕上鬼を選択しました。なんですが、こう見ての通り相当深いです。はい、まあ、増水してるっていうのもちょっとあるんですけども、それとですね、この足元のこのガマのこの間のところもちょっと同時にちょっと攻めようかなっていうので、安らぎの厩舎で、まあ、すぐそこを、まあ、日丁出しということで攻めてみたいと思います。でも多分ね、これね、僧侶だと思うんですよ、これ。これやばいでしょ。餌はいつもの日本一です。これですね。バイヤートイヤー。ライゲンとかいそうだな。マブ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 、なんか多分ね、鯉来るとしたらね、この安らぎの方じゃねえかっていうのもちょっと思いつつ、で、あれでしょ、僧侶のスレとかになったらひどいことになるんじゃないか。あれはなんかちょっとヘラっぽいあたりだったね。なんか泡漬けがちょっとしてきたような気もするんですけど、なんか一日ここにいてもいい感じだな。なんかいや、とってもここいい感じだな、本当。おお、またまた、これはだいぶもうなんか、はいよ、これ水槽で買いたいね、なんかね、いいサイズで。ちょっとテクニカル講座なんですけど、今これ棚2本半ぐらいありますよね。そんで、まあ、餌僕今浮きが負ける大きさにつけてるんですよ。そんでこれで向こういっぱいに振り込んでいくと必ずね、浮き沈むんですよ。まあ当たり前ですよね、餌のが勝っちゃってるわけなんで。でこれ振り込みます、向こういっぱいに。と水中で糸が斜めになってそこに餌がついてるわけですわ。こう浮きからこう見たら斜めになってるんですよ。だから必ず沈むんですよ。沈んでますよね。でこの状態から、手前にいい感じで浮きが見えるところまでこう竿をこうちょっとずつこう上げながら探っていくわけですわ。そうするともうちょっとかな、もうちょっとかね。はい、こんな感じになって、これちょうどここでアザリを取るっていう状況になると完全なずらしになるんですよ。これバッチリです。え、ちょっと今なんでございましたね。願わくばなんか40-50の鯉が釣れたら嬉しいな。いやでも真面目にここいいな、すげえいいな。うん、あれうなぎでしょ。
当たりがあったの。あったてか相変わらずつま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 当たってるよね。なんかよーし、なんだ今の。いや、あれね、すっぽんだったみたい。本当です。うん、すっぽんの感じでしたよ。いや、初めてすっぽんがなんかちょっとお目見えするかも。いや、ちょっとなんでございますね。すっぽんですね。間違いません。結構ね、相当でかかったですよ、今。すっぽん。カメラ。うん、最終的になんかウミガメになるよね。スッポンもう一回来てくんねえかな。合わせるでしょこれ。おお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 いい鯉だ。間違いない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 。いい鯉です、いい鯉です。うん、コロコが綺麗、とってもこのぐらいのがたくさん釣れると楽しい。いいよね、この尻尾も赤い感じもなんかいいよね、なんかね、ほら。うん、俺が釣ったじゃありませんけど、はい、はい、いやー、やった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 ー。これ鯉っ子でございますね。鯉っ子でございます、鯉っ子でございます。クイックルグレイヨス、クイックルグレイヨス、クイックルグレイヨス。やり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 。おーっと、ちょっちょっ、でかいかも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 。よっちょっ、おお、でかいかも、でかいかも、でかいかも。おお、いい感じ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 。お、いい鯉だね、いい鯉だね、いい鯉だ。片手で焼いて、右手がやばいでしょこれ。なかなかいいぞ。なかなかいいぞ。若干一言になってた。やっぱ川の王者でしょこれね。よっしゃー、カモイドイ成功しました。あー疲れた。いや、なかなかいい、なかなかいい、なかなかいいよ、なかなかいいよ、なかなかいいよ。ほっ、多分私が釣ったような。こんな感じでございます。こんな感じでございます。こんな感じでございます。うっつっつっつ。うっつ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 。離しまーす。いやー、やりきりましたー。今日は加藤さん、釣りの日でしょ、なんか。なんかすっぽんばらして小舟と小いっくで終わるみたいな、そんなこと言ってるし。これでしょ、うなぎ。また当たりました、ね、当たった。これダメでしょこれ。これ幻覚が見えてるでしょ、なんか。
これダメでしょ。今日うなぎ2本ですよ。同じポイントからもううなぎを2本釣るなんてなかなかないっすよ。しかも当たって合わせてなんかうなぎ釣ってるっていう、なんか当たんなくなったな。よーやり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 ましたやりましたやりましたやりました。クイックリース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 っていう感じで、先生は釣れませんでしたけども、結構楽しめました。 Oh,